はい、こんにちは、ズンゾーです。今回はね、実写で撮ってるんですけど、ちょっと俺ね、突然なんですけど、絵を描きたいなと思って、絵を描きたいなと思って、ちょっと今日はね、こういう紙を持っていた紙、こういう真っ白い、真っさらな紙を持ってきたんですよ。紙と、あと鉛筆持ってきて、あと鉛筆持ってきて、あとこれ、色鉛筆 色鉛筆持ってきて、ちょっとこれで、お絵描きしていこうかなと思います。で、テーマっていうかさ、結構俺はね、まあ自分語りになっちゃうんですけど、小学校の頃に確かね、なんだったかな、なんか、絵の大会みたいなのあったんですよ。絵のなんかすげえ大会みたいなのがあって、それで佳作を撮ってますね、佳作。まあ優勝とかじゃないんだけど、佳作っていう、わかります？佳作。あれを撮ってますね。で、何かこう、まあ、何かこうっていうか、結構テーマは決めてるんですよ。テーマは決めてまして、やっぱりパズドラとかでもさ、呪術廻戦コラボ来るじゃん。だから呪術廻戦のなんか書こうかなと思って、五条悟書こうかなと思います。 五条悟をね、本気で書いてある。頑張るわ。ちょっとどうしよう、なんか見えちゃうなこれ。あ、でもいい感じになんか手でいい感じになんか見えなくなってる。いいね。じゃ書いていこう。まず、輪郭だよね、輪郭。輪郭だよね、輪郭。どうしよう、こうしようかな。輪郭。輪郭結構シュッとしてるもんね。シュッとしてるもんね。なんか、顎がさ、結構シュッとしてない？あの人。こうして、映ってる？映ってないの？いや、やべえな。ちょっと待って。カクカクカクや。顔がなんかカクカクしてる。やばい。で、なんか、あれしてんじゃん。バンダナ。バンダナっていうかさ、なんか目隠しのあれしてんじゃん。あれも描きたいね。どっから描けばいいんだ。 ちょっと鼻描くか、鼻。鼻描いて、鼻なんだ。鼻描きます。鼻描きました。オッケーオッケー。鼻描きました。で、あと、これあれだよね。この目隠しのあれだよ。目隠し。あ、いい感じ、いい感じ。あ、いい感じ、いい感じ。あ、すげえいい感じ。ちょっと待って、みんなに早く見せたいけど、これ。すげえいい感じ、すげえいい感じ。めっちゃうまいぞ、めっちゃうまいぞ。やべやべ。待って、待って。すごくない？めっちゃうまくない？ちょっと待って、手で隠しとくわ、これ。めっちゃうめえぞ、これ。で、あれしたいね。指をさ、なんかさ、こうしてんじゃん。領域展開の時さ、これしてんじゃん。これ描きたいね。これどうやって描くんだ？難しいな。で、髪の毛はなんかこんな感じでパイナップルみたいな。じゃ、ごめんなさい。原作のファンに怒られるな、これ。こうして、こうして、あ、で、五条、これ誰ですかって聞かれたら、五条悟ですって、7人ぐらいは答える。100人中7人ぐらいは答えるかもしんない。たけし？たけしみたいになってきた。なんだこいつ。これ待って、でもさ、うまくない？俺。うまいぞ、俺結構。で、顔はもうできたんですよ。顔っていうか、耳を描いておこう、耳。耳描いて、書きました。オッケー。で、あと口か。口か。口だな。口はどうやって書くんだろう。口。口なんか笑ってるよね。笑ってるよね。あ、なんかぽいぞ。すごいぽいぞ。めっちゃぽいぞ、なんか。すげえぽい。ぽいぽいぽい。ぽいぽいぽいぴや。待って、これさ、だいぶぽいで。なんかなんていうの？僕最強だから、状態じゃなくて、なんか、最強の状態じゃなくて、普通にね、なんか、目を隠してる状態の時の、なんていうの？陽気な時の感じの五条先生に似てる。で、これどうやって書くの？これ。これむずいね。これちょっとこうやりながら書くわ。左手でこうしながら、こう左手でこうしながら書くわ。待って、見えちゃうね。見えちゃうね。もう見えてもいいか。見えていいか。待って、むず。こうして、あ、そうか、これ、間違えた。ちょ、間違えた。
右手だよね。右手だから逆になってるのか。逆に書かないといけないのか。いけないのか、これ。あ、わかりやすい、これ。めっちゃ、なんかさ、すげえ、あれだ。こう、左手で、これ、指をさ、書きながら、指をこう、やりながらだと、すげえやりやすい。すげえわかりやすい。で、こうして、いいじゃん、いいじゃん。え、めっちゃいいぞ。え、すげえうまい、俺。え、めっちゃうまい、俺。え、本当にめっちゃうまいぞ、俺。で、あと、中指と、え、中指難しいな。中指どっから生えてんの、これ。中指。こうして、こうして、あ、うめえ、うめえ、うめえぞ。みんなうまいよ、俺。こうして、本当にすごい。本当に書けた、俺。ちょ、待って。まだ見せない。ちょ、待って。で、セリフ書いとか、セリフ。セリフ。皆さん、書けましたよ。あれ、色鉛筆持ってきた意味なかったな。ちょっと肌色に塗っとくか。肌色に塗っとくか。肌色に塗っとくわ。あ、体描くだか、体描く、忘れた。体は、やで、見えた。見えちゃう。やべえ、待って。変な体になった。やべえ。めっちゃ撫で方になったぞ、これ。やば。 なんだこれ。OK、 書けました。で、よし、いきますよ。待って、どうしようかな。待って、どうしようかな。待って、どうしよう。え、どうしたらいい？こうして、いきますよ。せーの、はい。え、うまくね？え、めっちゃうまいよね。え、本当に俺、センスあるかもしんない。芸術センスあるかもしんない。え、でもさ、これ本当にさ、指はちょっと化け物みたいになってるけど、すごいさ、100人中、ま、100人も100人は言わないだろうけど、100人中、12人ぐらいは、13人ぐらいは、この絵を見て、この写真、この、この画像、この絵のキャラクターは誰ですかって聞かれたら、五条悟ですって言うよね、絶対。よし、今日はね、もう満足しました。よし、じゃあ今日はね、これで終わりましょう。またなんか、どうしよう。実写、結構ね、最近ね、更新頻度高いんですよ、実写の頻度は。高くて、まあ、結構楽しいから、楽しんでやってるんですけど、まあ、なんか、また、なんか 企画があればやろうかと思います。じゃあねー。